こんにちは今ね、唐揚げ屋さんに行ってきまして、唐揚げ専門店の唐揚げを買ってきました。醤油のやつと、醤油マヨネーズっていう2つのパターンなんですけども、4個入りで520円。だから、2パック買ったんで1000円ちょっとしましたね。でもまあ、現物見てみてください。えー、こんな感じです。ほら。これがだから大体500円ね。 だからあのお店でこういうのあったじゃないですか懐かしい大体500円でしょ夜店のやつってそれと同じぐらいもうちょっとそれよりもボリュームアームある感じですよねですごい人気でねあの開店がいいんですけども常にお客さんがいるような状態ですで注文してから作ってくれるんですよねで私も揚げたて熱々を頂い,いてね先ほどワンパックあっという間に食べてしまいました醤油マヨネーズってやつなんですけどこれ美味しかったマヨネーズがむちゃくちゃ合いますねでこちらは醤油味なんですけども それはこれからいただくところでございます。いやーよかったな絡カラマルってやつですけど、皆さんの街にもカラマルありませんかうん。私どちらかというとね、カキフライのこういうのが食べたいんですけども、まあカキフライはないじゃないですか。やっぱ唐揚げですね。うん。なんかね、高級食パンの店が流行ったり、タピオカが流行ったり、唐揚げが流行ったり、様々ですね。うん。なかなか楽しみな外食産業でございます。じゃあ、いただきます。